TBS ラジオ伊集院光とラジオと道尾修介と、おはようございます、小説を書いております道尾修介と言います。今日は楽しみにしてきました、なんと僕のヒーロー伊集院光さんと初対面になります。僕は伊集院さんがいなければ書けなかった小説なんかもありますし、本当にずっとラジオを聞いてきて本も全部読ませていただいて多大なる影響を受けた伊集院光さん、これから、初めて対面させていただきます。よろしくお願いします。 TBS ラジオ伊集院光とラジオと、時刻は10時ちょっと過ぎになりました。こんにちは、伊集院光です。わっしょい、アシスタント安田美香です。ちょっと恐縮しすすすぎて恐縮しすぎてどうしたらどうしようか、ね、もう大ファンでいらっしゃるんですね。確かに深夜番組にネタを書いてくれて採用されたことがあるっていう話を聞いて、なんかでも僕はネタっていうのを要するに構成のスタッフが選ばないから僕が全部選ぶから、はい、覚えてる、はい、選んだの名前の字面とかを覚えてて、あーってなったんですよ。で本日のゲスト、直木賞作家です。道尾修介さん。はい。で、ラジオ聞いてますって言ってくださるのは、まあ、ありがたいし、覚悟はできてたんだけど、本読んでますはダメだ。本の人だから。あ、そうですよね。ねえ。はい、そもそもは先月放送した、純駆動の、池袋本店おすすめの最新小説プレゼン対決で、ダーリングの小田くん。はい。ね、読書家、すごい読書家で、うん、で、そもそも、道尾さんの小説をいっぱい読んでるんだけど、その中で、いけないっていう小説を紹介してくれて、はい。でしたら、その放送を道尾さんが聞いていて、ツイッターにその、自分はネタを出したことがあるみたいな話を。あ、ツイッターにコメントくださったんですね。じゃあ、来てもらおうよっていう、直木賞作家が、伊集院のラジオを聞いちゃったっていう弱みにつけ込んでもう脅してきてもらおうつって、ね、今日なんですね。そうなんですよ。道尾修介さん、この後すぐ登場です。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は金福明太パーク他各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストをお迎えし、ご本人にまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲスト、道尾修介さんは1975年生まれ、東京都出身の44歳。2004年背の目でホラーサスペンス大賞特別賞を受賞しデビュー。独特の世界観で注目を浴びると、龍神の雨で大藪春彦賞を、紅梅の花で山本周五郎賞を受賞。2011年には月とカニで第144回直木賞を受賞しました。また今年7月に出版されたいけないは、体験型ミステリーとして大きな反響を呼んでいます。さらにあさってには最新刊カエルの小指の発売も控える、今年デビュー15周年の作家、道尾修介さんが本日のゲストです。さあ、ということでスタジオには道尾修介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おはようございます。なんか見た目はその辺のあんちゃんの感じの本当ですね。お兄さんですね。若く見られるでしょ絶対。ああ、なんか若く見られることが多いですね。確かにですよね。変な空気がお互い漂ってますよね今ね。ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。もうずーっとお会いしたいようなしたくないようなみたいのがずーっと何十年も続いていて、その会いたいような会いたくないようなってありますよね、はい、でそれ逆の立場でも実はあって、はい、すごく聞いてましたって言われると、はい、がっかりさせるような気もして何かこうお会いしたような、お会いしたくないようなにはなるんですけど。でもなんか今見つめ合ってる感じは、お会いしてよかったら僕は。見つめ合いが来るとは思わなかった。思っておりますけども。ねえ。そもそも、はい、自分ごとでもう褒めてもらうのが大好きだから、僕との出会いどんな感じなんですか？僕のラジオとの出会いっていうか。もう出会いはですね、もうずーっ
と昔、まあ、そもそも僕はラジオというものにもうハマり込んで、その話術っていうものにものすごく興味を持ったきっかけが、もう二十何年も前なんですけど、学生時代に、一人暮らしの風呂場で聞ける防水ラジオっていうのを買ってきて、はい、よし、今日から風呂でもラジオを聞くようにしようと思って、で、風呂にその防水ラジオって持ち込んで、そしたら風呂場がですね、ものすごく電波が悪くて、当時のラジオ性能も悪いもんで、うん、ピピピピ言うだけで全然声も音楽も聞こえないんですよ。はい、まあ、それでもこう消すのは嫌だから意地になって聞き続けてたら、ふっとなぜかその電波が途切れて、その時男の DJ の方が喋ってたんですけどね、その人がリスナーからのハガキを読んでいて、そのハガキが、なんかおばあちゃんの、部屋のタンスからアルミホイルに包まれたなんか変なものが出てきたっていう、まあ、そのなんか変なものっていうのは実際のそれ言ってたんですけど、まあ、ここでちょっと言えないような変なものが出てきてまして、その時にその DJ の男の人が急に焼き芋じゃないんだからって笑ったんですよ。全く意味わかんないですよね。焼き芋じゃないんだからって言って笑って、で僕もなんだ今のは何を言ってるのこの人はと思ったら、その次の瞬間、ヒロシが後で食べようと思って買っておいた焼き芋だったらピョン吉がそのこっそり炭素に隠すことあるかもしれないけど、みたいなこと言ったんですよ。でそれでやっと意味が分かって腑に落ちて、めちゃめちゃ面白いなこの話し方、その話の順序を入れ替えただけでこんなに話は面白くなるのかっていう、その話術に取り憑かれて、すげえなすげえなって、もう一人興奮してるうちにまたピピ言い出してラジオ聞こえなくなっちゃったんですけど、結局当時インターネットなんかもないもんで、その誰のなんていう番組だったのもわからないまま、ただラジオすごいな、喋りすごいなってのがあって、その文章修行にすごい役立ったんですよね。それで何年か前に僕の友達が、20年前のラジオを録音してあるのを見つけたから、ちょっと面白いから聞こうぜって言って、で、その、なんだかわかんないけど、その20年前の録音音声っていうのを一緒に今日聞こうって再生したんですよ。そしたらもうめちゃめちゃ驚いたんですけど、今より随分若い伊集院さんの声が焼き芋じゃないんだからって笑ってるんですよ。いつ俺褒めてもらえるんだろうと、違う DJ の話だって思ってたら、それ俺なの？最初のその場で聞こえたやつ。そうなんです。もうびっくりしちゃって。いや、僕はもうその時には、深夜のバカジガラの不安になって、もうネタなんかも送ってましたし、もう著作も全部読んで大ファンだったんで。著作？はい、ええ。いや、もう20年、もうずーっと気になって会いたかった、その出会いたかった、その相手に、あ、もう会ってたんだっていう、とっくに。伊集院歴もっと長かったんだみたいなことですか？そうなんですよ。ファーストインパクトは20年前のあれだったんだっていうのは、いや、嬉しかったですね。僕、家帰って泣いちゃいましたもん。いや、なんか、すごい恥ずかしいところで言うとね、もう罪隠さず言うと恥ずかしいところは、はい、多分、そのトーク自体は、聞くに、拙いからそうなった部分もあると思うんですよ。ああ、なるほど。計算して並べ替えてんならまたかっこいいんですけど、ラジオのいいところって、別にいいじゃないですかって、後で補足しようが、何しようが、全然いいじゃないですかって、僕らはそれをビートたけしさんがおられてる時に、全然知らない芸人さんの名前とかを言うんだけど、たけしさんが、その頃僕はケーシー高峰さんを知らなかったんだけど、たけしさんが言ってくうちにその人像が出来上がってくみたいなこととかが、ラジオってテレビと違ってそれでいいんだっていうのが、なんか自分の中にはあるから、やっぱ嬉しい、ちょっともう照れくさいやら嬉しいやらですね。いや、もうすごい褒めてもらって今度恥ずかしくなってきたんで。この道尾先生が。直木賞さん借りらっしゃいますから。いや、まだ来ないですから。道尾さんが、はい、今度、物を書くっていうことの、はい、なんでしょうね、出会いっていうか、どのあたりから物を書くのは面白いってなっていきました。ですね、僕やっぱり、その書く、もう絵なんかで、例えばこう、森を書く、なら森の中に入って、こう、海を描けなら海の中にあって、人を描けなら人の中に入っていかなきゃいけないって、こう、いくら美術館をずっと回っても、やっぱりいい絵はそんなに描けないと思うので、僕も、やっぱり人を描きたいので、人の中に入って、こう、生身の人間と触れ合っていろんな話をしてっていうのは、すごく大事にしてます。はい。あ、それがやっぱり描くっていうことに面白いもんですよね。そうなんですよね。なんか、お笑い、面白くなるのにお笑いの専門学校行く手もあるんだけど、根
本はおも面白いことを経験しなきゃダメじゃんみたいな。そうですよね。面白いって思わなきゃダメじゃんみたいところはあると思うんですよね。うん、そうすると最初の最初は例えば作文書くのが好きとか、はい、初めて小説っぽいものを書いたのは作品っぽいのを書いたのはいつみたいなどうなってくるんですか。この頃からもう全然文学というものに触れてこなくて周りに読む人もいなかったので、もう絵本でさえほとんど読んだことはない状態で。17歳、高校2年生ぐらいの時に生まれて初めて小説をちゃんと読んだっていう。遅いですよね。国語の授業もろくに聞いてなくて、教科書さえそんなに読んだことはなくて、それで17歳の時に生まれて初めて、あ、小説というものを買ってみるかって言って、書店さんに行って、うん、こう、手頃な薄い文庫本を買ってきたんですよ。いいなと思うのは、そうですよね、その、本を読む習慣のない人って、そう良すががないから、これぐらいの厚さなら手に負えるんじゃないかとか、結構大事ですよね。もうその頃小説というものを知らないので、映画とかドラマの代わりのものが、薄くて四角いものの中に入ってると思ってたんですよ。はい、まさかあんな質量のものが入ってると思ってないから、薄い本は早く読めるって大いなる勘違いがありまして、はいはいはい、僕が選んだのが、もう何を買っていいかわからないので、著者名と著作名、本の名前と両方知ってるのが太宰治の人間失格だったんですよ、ね。いきなりいきなりいきなりですか。あれは、僕もあまり小説読まない僕ですら、難敵をいきなり手に時間かけようと思えばいくらでもかかりますもん。そうなんですよ。もう中ボスからラスボスいきなり出たぞみたいな感じで。はいはい。ただ読み始めて、私はその男の写真を3枚見たことがある。その男のこのね、そのいかにその気持ち悪い表情で写ってたかが文章で淡々と書いてあるんですけど、はい、でうわーすごいな、文章でこんなことを、うわーってハッとその時思って、もしそこにその写真があったらこんな気持ち悪くないんじゃないかっていうふうに思って、はい、ああ、これ、文字でしかできないことやってるんだ、っていうふうに思ったんですよね。それで、もうカルチャーショックを受けて、なんかもう、神社仏閣を生まれて、初めて17歳で見た、みたいな、修学旅行とかで連れて行かれるもんだから、あんまり初めて見た時の衝撃ないじゃないですか。でも、あんなにすごい建物ってないんですよね、実際。それを、こう、17歳ぐらいになって初めて見ちゃったぐらいの感じで、もうすごい衝撃でしたね。大人になって初めてこう、コーラ飲む感じね。生まれて初めて、こういうやつなんだなんかみんなこれ飲んでたんだっていう感じの。喉痛い、喉痛いみたいな。ね、でも甘い、なんだろうみたいな、僕今すごい、本当に、道夫さんの前で言うのなんですけど、はい、すごくよくわかってね、ええ、グリーンマイルって、はい、読んだ時に、その得体の知れない能力持ってる、その主人公が、口から急に集中すると、かばしらのような、ようなものが出て、その周りを埋め尽くしてって書いてあるのに、はい、映画では CG でかばしらだったの。あ、そうですね。あ、違くねえと思った。本当に虫がわーって飛んでましたね。本当に虫だったじゃないですか。でも、そのスティーブンキーを超絶読んだ時は、ようなものの、何出てんだよ、お前っていう感じと、はいはい、結構大きく違いませんか。大きく違いますね。さっきおっしゃったように、その嫌な笑い方してる写真っていうのを見せられちゃうと、そんなことないってとかなっちゃうけど。そうなんですよね。そうじゃないのが、で、そこでずっと頭の中にもやもやしながら、次の行に行かない感じとかが、多分、薄い本だから早く読めるとは違うみたいな。違いますね。とこですね。確かにそれ、かばしらが映っちゃってると、もうかばしら以上に絶対行かないんですよね。そう。かばしら出たじゃん。うん。で、いつもこれは昼間の表現でも怒られるんだろうけど、落語の、はい、落語ってやっぱいいなと思うのは、映像ないじゃないですか。松の木におじやをぶつけたような、不細工な顔の女がいるんだよっていう時の、何ですかね。多分、CG で作ると下手したら笑えないしグロテスクだったりしちゃうんだろうけど、ちょっと愉快な響き入ったりとか、ありますね。あの感じはすごくて。じゃあ、そうすると自分で書くときにね、はい、その過不足のなさって難しくないですか？難しいですね。やっぱり書きすぎると、なんとか映像のように書いてしまうと、もうどうせ映像にかなうわけがないので、はい、ある、もう一筆書きで一番
こう、大きなものを想像させるような書き方をするんですよね。はい、もうそれこそ、僕は、久世照彦さんっていう、時間ですよとか、はい、いろいろこう、ドラマの演出家としても有名なんですが、あの人の小説がすごく好きで、はい、ものすごく精緻な、もう、文章を書くんですけど、あの人の文章で、ある妖艶な、子供時代の思い出で、妖艶な女性がいて、まあ、かなり年上の女性。もうその人の描写が紫の帯がよく似合う人だったって一行しかないんですよ、うん。でもそれで十分なんですよね。あ、もうあの境地に行きたいですね。さらっと書いて。うわ、それすごいですね。勇気と計算と、あと勘と。そうですね。勘なんですよ。当てどころがもう、もう致命傷を与えるところにカツッと当てられるんですよね。で、そうすると、もうこうなっちゃうと、それを誰か役者さんがやっちゃうと、その人の顔を超えないけども、全員のオーダーメイドの、その女性になるじゃないですか。そうですね。うわぁ、その感じ。いや、それは、自分で、ラジオをやってる表現でも、どれぐらい足りない、どれぐらいだと足りなくて、どれぐらいだと縛っちゃうのかは、ちょっと考えますね。だから、すごく困っちゃうのは、リスナーの皆さんに書いてくる今日のメッセージとかあるじゃないですか。はい、これの、時間があるから、すごく、時間の制限があるから、すごく長いの全部呼ぶことできないと、多少申し訳ない、切らしてもらうことがあるんですけど、どれ切っても成立しなくなったりとか。そうですね。いや、もう、美術館なんか行っても優れた、ものすごくいい抽象画とか、どっか一箇所隠しても台無しになっちゃうんですよね。何ですかね。あの状態なんですよね。小説はそういうので言うと、はい、そこを吟味しながら書くんですけど、全部書いてから吟味するんですか、やっぱり僕の世代だとパソコンで書くので、はい、直すのが昔に比べると随分楽なんですよ。なるほど。割とこう、まあ、順番通りに頭から書いていくんですけど、まあ、中にはすごく若い作家で、抽象から書くって人もいるぐらいなんですけどね。書き方いろいろで。僕の場合は順番に書いて、で、ある程度こう全体をラフで仕上げて、で、細かいところの色塗りを入れていくっていうような、流れが多いですね。なんかね、実は後半で、はい、僕は実は小説がすごくを読むっていう行為が増えてて、はい、で、割と特になんだかわかんないんだけど、海外の小説は照れずに読めるのに、ああ日本の小説をあまり読めてないんです、今まで。だから後半で、道夫さんに、まずこれから読めっていう道を作品を進めてもらうというのを実は考えてるんです。ああ、考えてるんです。ますね、はい、でね、なんていうのかな、みんながそうすると道夫さんのこれはこうだよって教えてくれるんだけど、はい、ちょっと謎が解けたような気がするのは、そういうの考えてるから、あそこ騙されたとか、もしくはあそこで急に頭の中が180度、違う方向いちゃったみたいな話をする人が多い。はい。ね、でおしゃべりって難しいな。おしゃべり例えば怖い話しようとするじゃないですか。はい、そうすると、さりげなくあるものって、うん、書かなきゃいけないから、うん。要するに映像だったらさりげなく目のつかないところに置いとけばいいんだけど、言葉って、振りで入れとか、実はお地蔵さんがあって、その先まっすぐ行って右曲がってっていうところの、このお地蔵さんをかなり薄めてから、最後、あのお地蔵さんだったんだってならなきゃならないから、難しいですね。小説も、あるものは書かなきゃならないけど、書いたらバレるじゃないですか。そうですね。そこのさじ加減、大変そうですね。過不足なく入れたりとかっていう。いや、でも、ただ、小説の場合は、僕の場合、その物とかが何かのキーになることよりも、はい、こう人の心理とかが、こう、キーになって、大きく物語が転換することが多いんですね。でも、実は小説って、こう、全ページ、あんなにこう、もう文字でわーって埋まってますけど、実は書かれてないことの方が圧倒的に多いんですよね。はいはい、書いてあることよりも。はい、だから、そのマージンの、余白の部分で、結構、慣れるといかようにもできるんですよ。うわ、うん、そのテクニック欲しいわ。だってわかんないけど、すごいみんなが笑ってた時に、一人だけ、ちょっと笑いが硬い人がいたとするじゃないですか。で、それが例えば心を表すことだとすると、そこに、笑顔が硬かったって書いちゃうと、おこいつどこおかしくないってもうなっちゃうじゃないですか。うん、かこれ今のは子供っぽいやり方ね。そうそうそう、
プロはおそらくそのに匂いを何か行間に入れるんだろうけど、そうですね、もしくは後のエピソードでその大笑いが起きた瞬間にここでテレビがあって、うん、そのテレビがその瞬間に何を映してたかそいつだけ覚えてるみたいな。あーすーごいこいつれってそれも今はある意味分かりやすい種明かしをしてくれてるんだろうけども、それは多分何かあれこいつだけテレビ見てるなんてはっきりとは分からないけれども、何か感じるでしょ読んでる人は。そうですね。他の人が大慌てしてるのに、なんかこいつだけ反応違うぞって入れたら閉めたものだ。盗みたいわ実で盗みたいねこれは。さあちょっと CM 挟んでですね、ご本人おすすめのこれから読めをきちんと聞きたいですし、あと最新作のお話も伺います。今日のゲスト道尾修介さんです。伊集院光とラジオと道尾修介と出会いと。改めまして今朝はゲストに直木賞作家道尾修介さんをお迎えしております。引き続きよろしくお願いいたします。お願いいたします。まずは何より最新刊のお知らせ、安田からお願いします。はい、道尾修介さんの最新作カエルの小指アマーダーオブクロースが講談社から今週金曜日25日に発売されます。税込み1870円です。全国の書店およびインターネット書店でお求めいただけます。はい、これは安田は読んだのね。面白かったです。ありがとうございます。あ、この目をしてる時はうまく説明できない、ね、いやいやいや、お前の目の時の顔だけど、ちょっと聞いてられていいですか。頭だけどんな話だの、どんな、あの主人公が中年の男タケさんって言って昔詐欺師だったんですけど、うん、今は足を洗って、うん、あのデパートとかで実演販売の仕事をしてるんですね、うん、そこに中学生の京っていう子が現れて、うん、とんでもないお願いをそのタケさんにするんですよ、うん、珍しいね、ちゃんと隠すとこ隠せてるね。あ、そうなんだ。でもね、そう聞いてみるとその京はまだ中学2年生なのに、うん、過酷な人生を、そうですね、いろんなことがあって、そこから物語が転がっていくっていう、うん、ミステリーです。今度はじゃあストーリーじゃなくて、なんつうのかな、どういう気持ちになったの、どうその読んで。もうね、なんつっても、うん、もう最後の結末が大どんでん返しで、うん、どうかしてる。どうかもうすごい、書いたやつどうかしてるなって思った中で、やまあまあ、そうもうね、あの本当に全部ひっくり返っちゃうんですよ、うん、すごいね、一個も当たんない、もうね、根こそぎもでもそれなりに安田なりじゃこれはこうなるんだろうなって幅広く思うわけじゃん。そうです、そうです、それも全部、はい、それももうびっくり、そのミステリーだと思ってたのに、でもジャンルさえ違ってきちゃったんじゃないのっていう。そのね、たまたまそのどうかしてるやつが来てるんですよ。はい、そうなんです。いや、違う、もうとんでもないだね。これって、はい、これもスタッフからの聞きかじりですけど、続編なん。そうです、カラスの親指って、これ映画化もされたんですけど、はい、はい、話がありまして、はい、そいつらの10年後ですね。また同じメンバーが再結成っていう。カラス。その親指の方はもう何年前の作品ですか。かれこれ10年ぐらい前になりますね。2008年出版ですかね、うんうん、10年、はい、11年前ですかね。今になってそれを続き書きたいと思った、はい、いやもうずっと気になっていて、とにかくもうカラスの親指を読んでいただいた方同じようにもしかして感じていただけるかなと思うんですけど、めちゃめちゃあいつらに会いたいんですよ。またいいメンバーで、それで、ああ、また一緒遊びたいな、ぐらいの気持ちで、はい、でもう冒頭のシーンを書いたら、はい、もう止まらなくなっちゃって、あ、これはダメだわ、書くしかないわ、っていうのが、でかかったですね。なんかだから自分が、これぐらいのトーンで、それを言われた時に、はい、あ、じゃあそのカラスの親指から読まないとダメなんだ、って言ったら、それが違うんですよみたいな。そうなんです。カエルの小指からでも。全然これだけでもう全然いけんすよ、うん、みたいな感じ。そうなんですよ。もうオーシャンズイレブン、トゥエルブみたいな感じだと思っていただければ。ね、読んでる方も、ね、あ、この人たちが帰ってきたっていう喜びもありますよね。そう、読んでいると、なおお得感はありますね。僕ね、だからあとはその小田くん、僕の中では読書家として信頼してる、でそのダーリンズの小田くんがこのいけないっていう本を紹介してくれた時に、うん、なんじゃそりゃと思ったの。まさに今その本があるんですけど、もういきなりなんつうの、カバーのとこに
第一章、第一章、弓投げの崖を見てはいけないの下に、死んだのは誰って書いてあって、ガイドとは言わないけど、そのこと気にしながら読んで大丈夫ですよっていうことですよね、これ。読んでみてくださいねってことですよね。はい、で、第二章またタイトルがあって、で、なぜ死んだのみたいな、こういうのって、言わない、言っちゃったら、ね、いや普通は興ざめになるんですよ。なるじゃないですか。でもその読書、俺の信頼する読書家の小田曰く、はい、もう全然これなん、これで全然問題ないわけんだけど、むしろこれがあっても、うん、あのかき回されるんですね。ってて、どんなだよってなってるんですけど、さあいろいろ出してる中で道尾作品伊集院初めての人伊集院光、はいはい、何から読めばいいですか。ですね、やっぱりその、今、お手に取られている、いけないは、ものすごく、まあ、部数も出ていて、はい、こう、いろんな人が好きになってくれる本で、はい、何が特殊かっていうと、いわゆる、リアル脱出ゲームのように、はい、自分が中に入り込んで、こう、読むというよりも、中に入り込んで、真相を見つけるっていうタイプの、読者参加型のミステリーなんですよ。こう、だっていきなりさっていう、うん、これ白拓氏ってこの舞台になる氏の、はい、鎌倉氏白拓氏と鎌倉氏のサイクリングマップだよ本当に。地図が入ってたりとか、いろいろビジュアル入ってたりとかするんですけど、面白いですね。これを、はい、も一部っていうか、これも理解しながら行くとより入り込めるとか。そうですね。まあ、最初の地図は、無視していただいても、こう、作中で出てきて、あ、これのことか、なんて、こう、参考にしていただいてもいいんですけど、4章仕立てで、各章の最後のページをめくると、1枚の写真が入ってるんですよ、必ず。はいはいはい、その写真を、もう、それがなくても、ストーリーが成立してるんですけど、その写真をじーっと見てると、まあ、5分ぐらい見ていただければ、ある、別の真相、全然違う話だったんだってことが、わかるかもしれない。これずるいわ。だって逆に言うと前半のトークで言うとさ、その写真のない面白さのこの話したじゃないですか、はい、それ分かってる人がむしろこういう仕掛け入れるっていうことは、うん、うわー多分これ書いたやつなんだよになるから、これ絶対にどういう脳みそだよっていう、そういうこと分かった上で今度はそういう遊びをしてる本なんですね、これは。そうです、もう自分が読んだことも書いたこともないようなものを作りたかったって。じゃあ俺本当僕はラジオ聞いていただいてれば分かる通り、はい、軽はずみに読みますとか言わないんですよ、もう読むと決めたら読みますので、はい、ありがとうございます。ちょっといけないをまず読ませてもらいます。でその先止まらなくなればまたどんどん読んでいきたいと思いますね。一つ聞きたかったのは、はい、これだけは聞こうと思ってたのは、直木賞候補に何度もなって、はい、最終的に何回候補になったんですかあれ。5回連続ですね、はい、5回連続で候補になって、ずっとで5回目に取る。そうですね、はい、ってことは4回連続勝手に候補にされて、勝手に振られていくわけじゃないですか。はい、どういう気持ちなんですか。いや、これ実は僕は文学賞というものをよく知らなくて、そんなに興味もなくて、その受賞作を読んだ経験もほぼなかったので、はいはい、どうして周りの編集者がこんなに騒ぐのかが不思議だったぐらいで、その待ち会なんてやるんですよね、こうのそうですよね、で電話ど真ん中にあってみたいな、はいはい、でこうパッとその電話が違う人からの電話が鳴ると、みんなでこう色めき立ってはーなんて息吐いたりしてやってるんですけど、いやなんか僕は その時間もできれば部屋で小説書いてたいなと思ってましたし、ちょっと他人事なんだ。そうなんですよね。そのただ3回目ぐらいから、あ、なるほど、そのやっぱり本が売れるし、その名誉なことで、その今回はどこの版元が直木賞を取ったとかっていうのはかなりニュースにやっぱりなるので、はいはい、編集者のために、あ、これはそろそろ取ってやらないとなっていうのは生まれ始めましたね。へ、うん、あ、じゃあやっとその時間が芽生えた頃にちゃんと取れたから、そうですね、良かったっていうか、そういうことをですね、はい、俺なんか褒めてもらいたいから何の賞でも欲しいけど。そういう感じなんだ。まあ、最後になりますけど、はい、今後、はい、今後の、なんでしょう、まあ、夢や野望があれば、こういうことしたい、こういう題材書きたい。そうですね、さっきちらっと話に出た、リアル脱出ゲームが僕はすごく好きで、よく行くんですけど、はいはいはい、やっぱりスクラップさんのが一番有名で、
この間、スクラップの加藤社長とたまたま、はい、お話する機会があって、はい、その、いけないという本を、なぜかこう読んでいただいて、ものすごく気に入ってくれたっていうので、じゃあ一回ちょっとお話しましょうか、みたいなんで、スクラップに行って話してきたんですけど、うん、やっぱり、こう、小説と脱出ゲームがすごく相性がいいってことがその話の中で分かったんで、はい、いつかなんかこう、一緒にコラボした何かの形で、脱出ゲームと小説っていうのをやってみたいと思ってます。うわぁ、面白い。連動しちゃうっていう。リアル脱出ゲームっていうのも、要はまあ暗号に沿って、本当に街を移動したりとか、暗号に沿って、例えば大きな遊園地の中移動しつつ謎を解いていくみたいなやつだけども、あれもさじ加減難しくて、誰も解けないやつ作っちゃったら、そのリアル脱出ゲームは失敗だし、誰でも解けんじゃん、これってなっちゃっても失敗だから、おっしゃってたからさじ加減は相当いるでしょうけど、それがハマった時は気持ちいい。いや、気持ちいいですね。すごいわかる。もう、なんかこう、ヒントくれたりとかもするんだけど、意固地になって見ないのに、わからないタイプなんだよ、俺。意固地になって人に聞きたくないんだけどっていう、でも、なんかできた時の喜びはわかりますね。いや、なんかでも今日は本当に、すごく嬉しかったです。あと今後すげえ自慢します。ありがとうございます。俺が影響を与えているっつって。本当に照れくさいぞ、もう真っ赤になってますけど。いや、本当のことなんで。いや、とんでもないです。ご本のを読ませていただきます。ありがとうございます。道尾修介さん、ありがとうございました。ありがとうございました。